これから神楽を奉納しますよっていう、あ、どの十二座ありますけども、十二座の神楽全部毎人は向こうから出てきますと、まず神様にここでこれから神楽を奉納しますよという挨拶をし、神楽が終わると終わったので、私は仕込みますよという神様にいちいち報告をして仕込んでいるわけです。よその神楽にはそういう知らざをする神楽はありません。この鷲宮だけです。この鷲宮の神楽はそういうふうに、どの神様も出てきてこれから神楽を奉納しますよという挨拶です。で、今の先ほど思ったのは笹を持った人と榊を持った人はね、やる前にもちょっと申し上げましたように、まあ、分かりやすく言うと地祭りという形です。で、この私どもの神楽はね、今からそれこそ800年ほど前はね、36座あったんです。36座あった神楽を当時の藤原の国佐という宮司が12座に編成がしたわけですね。で、現在行われているのはその12座に編成がされた、神楽なんです。これで神楽、ここの神楽は出羽の前、それから本前で中の前、それから仕込みと3段になってますね。これで本前に入る前に、先ほども言いましたように、サイバラっていう歌が入りますね。このサイバラっていう歌は平安時代に、宮内庁で、流行った歌なんだそうです。現在では宮内庁では俳句が正月にはやりますよね。それと同じようにね、このサイバラっていうのは平安時代に、宮中で流行った歌なんです。それを当時の藤原の国佐という宮司がこの神楽の前に、そのサイバラを入れたわけなんですね。ですから途中にサイバラっていう文句が入ってますけどね。そういう歴史のあるですね。現在では宮内庁ではもうサイバラって言わないで俳句って言ってますけど、ですからね、字数から言うてと俳句と同じぐらいの字数なんです。このサイバラっていう歌もね、まああれによっては多少二つか三つ字数が多いのもありますけども、大体俳句と同じ字数の歌なんです。そういうことでちょっと、まあ休ませていただけれども、ちょっとお待ちになっていただければと思います。申し訳ないです。